おいす、こんにちは。意地と気合で定時上がりしたアミエリです。はい、ということで月曜日はもう死んでも残らんっつって帰ってきました。はい、ということで、クリスマスですね。早いけどあと10日ほどありますが、どうですか皆さん、ご予定は。まあ僕は26日のイベントに備えますけど、はい、ということで、狙いはですね、ちょっとあれ見ながら行こうか。ファスカが結局6号盤面にすることによって76潰しを、防ぐことができると。素晴らしいスキルが登場しました。もうなんならチートです。はい、もうぶっ壊れっすもん、あいつ。あのスキル、まあ、今後どんだけ出るかにもよりますけどね。現状だとまあやばいっすね、あのファスカ。特にアシスト進化も4ターンで覚醒無効とか解除できるので、普通に強いなって、もう大変な評価になりました。はい、誰ですか76潰しは効きますって言った人は。はい、ということで、狙いはファスカのセリカはね、まあ交換できるので正直出なくても結構で、他は加工トンが欲しい。確定購入で買えるけど、まあ出るかなと睨んで、今回まだ買ってないですね、今回の分はね。他で言うと、まあ椿とか新キャラパティ、この辺は絶対です、絶対です。出たらいいねじゃないんですよ、出すんすよ。これが配下禁者の考え方ね。出たらいいねじゃない、出さなきゃダメなんですよ。あ、買おうとねた。あ、終わりでーす。あ、そう、確定購入から聞けばよかったわ。なんか順番ミスったけど、まず開催記念ね、ポルカスが出るガチャですね、これ。まあそういうことですよね。はい、ということで、まあこれはどうでもいいとして、ファスカ確定引きましょう。このファスカのさ、空飛んでる下の背景の動き方、これがすごいよね。なんかこの下の家のこの空飛んでる感じね、わかります？このカックンカックンだった鳥さんたちもさ、結構滑らかになってない？すごい羽の動きが滑らかじゃない？あのさ、これさ、ちょっとファスカの本家を見てほしいんだけどさ、治ってないよね、さすがに。本家も鳥さん治ってないよね。これさ、鳥、あれこんなんだったっけ？あれこんなんだったっけ？あ、俺ファスカの話じゃなかったっけ？俺誰の話してる？俺誰の話してる？なんか痛いんよね。あ、フレイヤだったかな？あ、フレイヤだ。カク、この鳥のカ、このカ、カク、カク、カクみたいな。フレイヤだった。ファスカは最初から滑らかだったわ。じゃあいいや。すごい鳥の羽の動きがカックンカックンしとるよね。はい、これは買ったやつ、ジュース分なのでダイヤが出て、まあ、あ、止まるんだ。じゃあまあグレモリあたりで、あー、これはちょっと反感食らいますね。はい。これは反感、あ、おまけはいいや。宝玉となんやかんやです。スノードームのやつが手に入るよっていう。まあここから本番ですね。まあ、ポロネは欲しい人結構多いんじゃないかなと思いますけどね。止まれば、まあ、新キャラなので、オッケー。椿かな。あー、パーティーありがたい。これ結構強いよね。回復生成マイターン。しかも回復ドロップ強化自分で持ってるし。あ、ポロネですね。はい。まあ、100連ぐらいしていこうかなと。魔法石残り95個ぐらいになったらやめようかなって感じで。ファスカーもう1体入れたら、ポロネめっちゃ出るけど、あ、メノはいいね。もうすでに結構、あ、でも椿出てないから撤退はできないのか。結局そこなんよね、逃げれないんよ。あ、終わったわ。終わりました。終わったね、ガチャね。あ、パーティーね。あー、カゴートンね。もうな、終わったね。終わったね、これね。はーい、終わりました。まあじゃあファスカ2体目追っていきましょうか、こっからは。もう、つばきはまあに、あ、でもね、つばき武器がね、結構ね、いいんすよ。ヒドロップ強化、パッティパッティしてますね。あー、すごい。ヒドロップ強化4つに神キラーとかじゃなかった？なんかそんな感じよね。結構いいなっていう思う武器ですね。あの辺とか芝ドラで、高難易度周回編成とかするときには、結構ね、使えそうだし、あとね、運営さん、毎回言うんだけど、この画面で、キャラクターの確認ができるようにしてください。拡張をちょっとしといてね。まあ、20個ぐらい使うか。はい。
残りだからこれで75個ぐらいになったらいいのかな。パスが出ると思いますか皆さん。もう一体グリーダね、頭めっちゃでかいから、グリーダめっちゃ頭でかいから、グリーダだっけ、めっちゃ頭でかない、遠近法とかそういうレベルじゃない、まあ胸もでかいんだけど、めちゃめちゃ頭でかないか。まあファスカでも1体出てるからな、もう十分なんだけどね。あそうですか、どうするみんな、これどうする、もう低い意味ねえよ。じゃあファスカ3体目追っていきましょうか。あーまあ左2体渡り、ウリエルは結構使えるから、今回のあの闘技場のメリークリスマスとかいうダンジョンで使えるからね。何や闘技場のメリークリスマスって、絶対なんか意識して作ったろ。あタマちゃん、タマちゃん欲しかったわ、ありがとう。分岐したからちょっと前回武器分と本体しか持ってないから、タマちゃんはありがたいね。そう今度ちょっと動画これ作るよっていうネタバレ的な、もう書こうとめっちゃ出るやん、ちょっとネタバレになっちゃうけどね、今後来そうな属性キャラ、属性、うん、これをねちょっとまた動画でねまとめて紹介していこうかなと思ってます。例えば光コンボ強化が来そうですよとか、木と火の 2way 来そうですよとか、闇だったら自動回復編成来そうですよとか、まあそういうのをねちょっとね今後出そうかなって考えてます。近々今週中ぐらいに出るかなと思ってますが、とりあえずクリスマスのキャラクターを使わんことには、なんかこういうのなんて言うんだろう、なんかさトランプとかでさ221とか2ペアか、ただのそれってフルハウスっていうのかな、なんかその辺僕わかんないんですよね。ねこういう感じでさっきからこんなばっかやなほんまおじさんおじさんって感じで、まあファスカに確保できたらもう私は満足ですよ、何も言うことはないよ。うんされーねー、でもされーね結構確保してるからな、まあ、やっぱ新キャラが出てくれる分には。お前ないいかカーリー、お前2体目しれっと出てるけど、そうクリスマス俺この苦いイベントがあるんですよ。子さんの方々お待たせしました、この話です。僕が初めてガチャの沼にはまった話、クリスマスが初なんですよね。大学当時2年生か3年生ぐらいの頃に、まあラードラがですね全盛期でした。闇カーリー2体ラードラ、インドライシスみたいな、まあそんな感じの編成が流行ってた当時ですね。闘技場2だの3だのの時代ですよ。で闇カーリー本家がいねえと、おいお前煽りに来てるなこいつ、本家がいないと、じゃあクリスマスで実装されましたと、その時ね、その年にラードラが流行った年に、いやここでだったらゴッドフェスより狙い、おいしゃい、ゴッドフェスより狙いやすいんじゃないかと。当時交換機能なんてなかったですからね、これラストかな。で狙いに行ったら11万かかりましたね。はい、まあでもね去年かな、それを超えたんだけどね、あるガチャがゴッドウェスだけどね、ノーチラスっていう化け物が僕に16万使わせましたけど、まあでもね学生で11万1回、もうだって2、3時間のうちに11万消えたからね、もうとんでもないからね、もういつまでも覚えとるからな俺は、一生忘れないぞお前の顔本当に。ということで、ファースカ3体引けたのでもう何も文句はない、新キャラクターも結構引けてるし、はい書こうと思う、今回でもともと1体所持だったのが4になったので、まあ、3出たかなと。ファースカは全部で3、武器分も全部確保できた、あ OK で、パティも4、いいですね、なかなかいい数集まったかなと。で、椿も5出てますね。かね、あ、そう、椿の、この武器結構強いよ。副属性非神キラー。これめっちゃよくね、無効貫通できるし、かなり強いかなと思ってます。また強武器のキャラクターは紹介別途動画で出そうかなと思ってます。その他は特にかなって思います。イルミナーも結構強くなったけど。うん。みたいな感じですかね。ジーニャとか闇ダメージ軽減持ってた。持ってないですね。闇ダメージ無効でしたね。はい。という感じです。
です。はい、皆さんどうでしたでしょうか。ちなみに交換所に関してはこんな感じ。まあセリカはいるし、タマドラはいるし、サレーネは持っておきたいね。他はまあ別にかな。うん。はい、まあそんな感じで皆さんこういうの弾けたよとかありましたら、よかったらコメント欄で教えてください。交換所解説はまた明日ぐらいに出るかなとは思ってます。はい、ということでご視聴ありがとうございました。バイバイ。